はい、こんにちは。今日はですね、書いた JavaScript がそのままブラウザで動く未来へというタイトルで発表します。もしかしたら、いやいや JavaScript はブラウザで普通に動くだろうと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、話を聞いてもらえれば、ああそういう趣旨で言ってたんですねというのがわかると思います。そしたらですね、最初に軽く自己紹介させていただきます。鈴木壮介と申します。ユビー株式会社っていうところでプロダクト開発エンジニアをやっているのと、あとは筑波大学でパソコンのお勉強をしています。あとプリティアっていうコードフォーマッターのメンテナーとか、バベルっていうトランスパイラのコミットとかを趣味でやってます。ただですね、私の所属しているユビー、今回 JS コンフスポンサーやらせていただいてて、 A トラックの横にブースがあるんで、まあぜひそちらにも興味があれば行ってみてください。でですね、ユビー全然関係ないんですけど、バベルのステッカーをユビーブースで適当に配布してるので、バベルが好きな人はぜひそれも取ってください。そしたらここからトークに入っていきたいと思います。突然ですけれども、皆さん仕事でどんなフロントエンド技術を使っておりますでしょうか。頭の中に思い浮かべてください。なんか使っているフレームワークとかライブラリとか。はい、現在のフロントエンド開発では、まあ、数多くの選択肢があると思います。例えばリアクトとかビューとかスベルトとかありますよね。でそれらのメタフレームワークである NEXT とか NUXT とかスベルトキットとかあります。実際にはもっとたくさんの選択肢があって、Angular とか PReact とか、新しいのだと Quick とか Nue とか、そういうのもありますよね。もっと昔のもので覚えてる人がいるかいないか分かりませんけど、バックボーンとかライオットとか、そういったものもありましたよね。数え上げたらキリがないと思います。ちなみに私が所属している Ubi では、 2C のアプリケーションでは現在 Next.js を使っているんで、まあ、私は仕事では毎日 Next.js のコードを書いています。もちろんですね、こういったフレームワークを使わずに JavaScript そのまんま書いているって人もいると思いますし、 jQuery なら使ってるよって人もいるかもしれませんし、そうですね、 Ruby on Rails みたいなサーバーサイドが主体のフレームワークのフロントエンドのための機構を使ってるって人もいると思いますし、 Clojure ライブラリーとか Clojure コンパイラーとか Clojure テンプレートを使ってる人もまだいるかもしれません。今日はですね、ここで私が今挙げた名前を挙げた中でも、まあ、いわゆるモダンなものにちょっと注目してみようと思います。モダンというと、まあ、なんか主観的だなという感じがすると思うんで、まあ、なんとなく今自分が頭の中に想像しているものの名前を挙げさせてもらうと、Next.js とか Nuxt.js とか SvelteKit とか、まあ、Astro とか Remix とか、そういうものを頭の中に思い浮かべていただいて、まあ、もしかしたらですね、ここでそんなものはモダンじゃないよとか、いやいやこれもモダンだよという話はあるかもしれないんですけども、あんまその分離を厳密にやるのはこのトークでしたいことではないんで、まあ、そういうフレームワークについて今話してるんだというふうに認識してください。でですね、これらのフレームワークに共通する特徴が、まあ、何個かあると思うんですけど、今日注目したいのは1個あって、それはJavaScript を直接書かないことです。まあ、Next.js をお使いの皆さん結構この場に多いんじゃないかなと思うんですけども、皆さんのほとんどは多分 TypeScript と JSX を使ってコードを書いていると思います。もしもまだピュアな JavaScript ともう JSX すら使わずに、そうですね、 HyperScript とかで React コンポーネントを書いているよっていう人がまだいたら、ぜひそのこだわりを聞きたいなと思うくらいなんですけども、 Next.js のプロジェクトを立ち上げて普通に設定をしていったらTypeScript と JSX を使うことになると思います。我々普通のプログラマーは、まあ、その詳細まで把握している必要はほとんどないですよね。パフォーマンスチューニングとか、まあ、なんか壊れたっていう時にビルドステップの詳細を把握していると便利ってことはあると思いますけど、基本的にプロジェクトを立ち上げて進めていくだけだったら、まあ、あんま詳細まで立ち入る必要はないと。便利な世の中になったと思いますね。こういったフレームワークが普及する前は Webpack とか Babel の設定をなんか一生懸命書いてた時期もありましたね。で、まあ私も結構その設定が人よりちょっと得意なタイプだったんですけど、あんまりそういう仕事はもうしたくないと思ってます。整理するとですね、現代を生きる我々の多くはブラウザでは実行できない何かしらの言語を使ってソフトウェアを記述して、ブラウザで実行できる JavaScript、まあ、ここには JS としか書いてないですけど、まあ、あるいは HTML とか CSS とか何らかブラウザで動くものに変換してから実行していることが多いですよね。なんでそんなことをしてるんでしょうか。普段はあんま考えないかもしれませんけれども、もしそれらがなくなったらどうなるかっていうのを考えてみると、結構理由は明らかになるかなと思います。つまり TypeScript を使わずに JSX を使わずに Next.js でアプリケーションを作ることをちょっと考えてみてください。まあ、これをちょっと想像してみると、 TypeScript のおかげでそれなりに安全なプログラミングができているし、 JSX によって宣言的 UI を、まあ、それなりに直感的に書けるようになっているっていうのが思い出せるかなと思います。これはですね、逆に考えるとそのままの JavaScript の機能だけではそれを実現できないから、何かしらの変換を行ってから実行しているっていうふうに言えますよね。でもちょっと待ってください。 JavaScript って実は高級なプログラミング言語ですよね。アセンブリじゃないです。かなり高級なプログラミング言語です。
私はそんなにコンパイラーに詳しいわけではないですけれども、多分マシンからしたら結構厄介な言語で、一生懸命 JavaScript の処理系を作っている人たちがいます。でも私たちはそんな JavaScript をただのコンパイルターゲットとして使っているわけですよね。で、僕はその現状にちょっと違和感を感じています。もちろんそういった状況を悪いというつもりはなくて、僕も仕事でも趣味でも Next.js を使うし、まあ、いろんな変換を趣味でもやりますよ。なので全然悪いということはないんですけども、ちょっとだけ違和感がある。同じような気持ちになったことある人いるんじゃないかなと思うんですけど、 Web ブラウザーが ECMAScript モジュールズを実行できるようになって、まあ、結構経ちますけど、そうなってからも Webpack とか最近だと Beat とかを使い続けていて、あれ俺たちってモジュールバンドラー使い始めたのってモジュールを使った開発がしたいからだったよね、でも今ブラウザでモジュール動くじゃん、でもなんで Webpack とか Beat そのまま使ってるのっていうふうに私は思いました。ではここからは逆に JavaScript に何があれば、我々はフロントエンド開発にそのまま JS を使えるようになるのかっていうのをちょっと考えてみたいと思います。我々が JavaScript をコンパイルターゲットとして扱っている理由ですね、それをさらに深掘って JavaScript とか、あるいは Web にどのような機能があればそのままフロントエンド開発に使えるようになるのかっていうのを考えていきます。つまりここから本題です。まずですね、 JavaScript を何かに変換しているといっても、さっきは TypeScript と JSX の話だけしましたけど、もうちょっとありますよね、種類が。なので JS をビルドするステップを改めて整理して細かく分けて、それぞれについてどうしたらそれを取り除けるかっていうのを考えていきたいと思います。で、最初に注意しておきたいんですけども、今から説明するのも、まあ、各ビルドステップを説明していくんですけど、それらは便宜上分けて説明しますけど、まあ、実装において全部分かれているっていうことではないですね。なので複数のステップを同時にやる処理系というかツールはあると思います。まず最初、結構分かりやすいですね。 TypeScript から JS への変換です。 TypeScript とか、まあ、メタのフローとか使ってた人もいると思いますけど、ああいった JavaScript の構文を拡張する形で型アノテーションを書くような言語を使っている場合、それをそのまま JS エンジンで実行することはできませんので、型アノテーションの部分を除去してあげる必要があります。スライドをご覧ください。このような、まあ、ある関数の引数がストリングで返り値がボイドだよっていう注釈を除去したいわけです。それをしないと JS エンジンが実行できないので、っていうのが TS から JS への変換ですよね。このステップを行う具体的なソフトウェアとしては、まあ、TS のコンパイラーとか Flow のコンパイラーとかバベルとか、最近だと SWC というか ES ビルドもやりますね。次は JSX から JavaScript の変換というステップがあります。 JSX はご存知の通り ECMAScript に含まれている構文ではありません。 ECMAScript の立場から見ると、なぜかエコシステムによっておおむね標準っぽい構文とか動きを保ちながら、なぜか勝手に拡張されているっていう機能です。JSX の構文も TypeScript とかと同じように JS エンジンでは直接実行できるわけではないので、実行できる形に変換しないといけないですよね。で、JSX の最も一般的な用途は多分 React コンポーネントを記述することだと思います。ですが実際のところ JSX をどのように JS に変換するかっていうのは、まあ、自由に設定ができます。まあ、例えば Vue とかの React 以外のライブラリでも使うことができますし、まあんま見ない、なんか結構前に Kita でバズってた気がするんですけど、 Express とかの API を JSX にマッピングしてあげれば、まあ、サーバーもかけるしとかがありましたね。まあ、つまりこのステップの役割は事前に決められた何かしらの規則に従って JSX の構文を JS の関数呼び出しへと変換すると。で、このステップを行う具体的なソフトウェアもさっきと一緒で TS コンパイラーとか Flow コンパイラーとか、バベルとか SWC とか ES ビルドとかがやってくれますと。次のステップはですね、いわゆるダウンレベルコンパイラーと言われるものです。TC39 とか JS エンジンの開発者、まあ、あるいはコミュニティの尽力によって JS は毎年大きく進化して、我々プログラマーにとってより便利なものへと成長をしていますよね。スライドに挙げた例はまだ記憶に新しいであろう、JavaScript の便利な機能をなんとなく2つピックアップしたんですけども、これは ES2020 で追加されたオプショナルチェーニングと ES2022 で追加されたアレイプロトタイプアットです。 GitHub の TC39 オーガナイゼーションのプロポーザルズっていうリポジトリを見ると、この機能実はこんな最近入ったんだとか、まあ、JS が年々便利になっているっていうのが見てわかると思います。私たちプログラマーは基本的には生産的に仕事をしたいので、このような便利な機能をできるだけ早く使いたいわけです。ですがフロントエンド開発っていう性質上、それが難しいことがあります。サーバーサイドの開発では自分たちが書いたコードを実行するランタイムというのは基本的に自分たちで決定できます。 Node.js のどのバージョンを使うとか、そういう話ですね。
ただフロントエンドでは我々が書いたコードが動くランタイムっていうのがユーザーが持っているウェブブラウザーになります。なので自分たちで制御することができなくて新しい言語機能をすぐに使えないってことですよね。そういった場合には新しい JavaScript のコードを古いバージョンの JS でも動くように変換してあげる必要があります。このスライドにある例は先ほど説明したオプショナルチェーニングとアレイプロトタイプをプロトタイプアットを、まあ、それぞれ ES2015 でも動くように変換した例です。オプショナルチェーニングだったら foo が null じゃないことを確認、null と undefined じゃないことを確認してから foo バーを呼び出しているし、アレイプロトタイプアットだったら、単純な配列アクセスに変換しているということになります。JavaScript の、バージョンをどのバージョンでコードを書くかっていうのをこのステップによって我々は自由に決められる権利を得ているということもできますね。でこれを行うソフトウェアもまあさっきと一緒ですね。 TS とか Flow とか Babel、SWC、ES Build あたりがこのあたりを担っていると。続いてはモジュールのバンドルです。昔までの JavaScript にはモジュールの機能がなくて Web ブラウザ上で JavaScript モジュールを使った開発っていうのはできませんでした。想像してもらえれば分かると思いますけれども、大規模なソフトウェアをモジュールを使わずに実装するのは多分難しい仕事ですよね。そこでまあ元々のモチベーションがそうであったかは知りませんけれども、モジュールバンドラーというソフトウェアがあって、プログラマーはモジュールで分割されたコードを書いてモジュールバンドラーを使ってそれをあらかじめブラウザが実行できる形式にバンドルしていますよね。実際のユーザーのブラウザではそのバンドルされたコードが実行されています。まあつまりダウンレベルコンパイルと同じような考え方とも言えますね。スライドを見てください。これは簡単なモジュールバンドルの例で、右上のコードが A っていう関数をエクスポートしていて、左上のコードが A っていう関数をそいつからインポートしていると思ってください。でコンソールログに渡していると。でこの2つをモジュールバンドラーでガッチャンコすると下みたいなコードになると。単純な A っていう関数があってそれをコンソールログに渡すだけ、まあ、これが簡単なモジュールバンドルの例です。このステップを行うソフトウェアは、まあ、ブラウゼリファイとか Webpack とかが昔はありましたけど、パーセルとかロールアップとかビートとか ES ビルドとか、まあ、パーセルが最近のものかは議論の余地があるけど最近のだとそういうのがありますね。で最後のステップはミニファイです、ユーザー体験を最大化するためには配布される JS のサイズは当然小さい方が良いです。当たり前ですけれども、大きなサイズのファイルをダウンロードするのにはその分だけ時間がかかるからですね。スライドを見てください。これは簡単なミニファイの例です。これは foo っていうオブジェクトがあって、そいつには prop1 っていうキーがあって、値は数字の1です。でそれをコンソールログに流している。これをミニファイすると、単純なコンソールログ1になります。これはターザーでミニファイした結果をそのまま貼ってますけども、まあ意味的には基本的には一緒ですよね。ミニファイにはいろいろな手法があって、簡単なものだと空白とかコメントを除去する、まあこれはすごい分かりやすい、除去すればいいんで。あとは変数名の短縮とか、より短い等価なコードへの変換、これはそれに該当しますね、この例は、まあ、あとはデッドコードエリミネーションとかですね。このミニファイのステップは、まあ、十分に普及していますけども、性質上必須というわけではなくて、まあ、そのままの JS でもサイズが十分に小さい場合とか難読化したくない場合は別にしなくても良いと思います。でこのステップを行う具体的なソフトウェアはターザーとかアグリファイ JS、 最近だと SWC、ES ビルドも対応しているし、まあ、あとはクロージャーコンパイラーもこの用途で使われることがあります。さてここまでで JavaScript のビルドステップに含まれているであろうものを紹介しました。昔から馴染みのある Webpack、Babel の構成であっても Next.js であっても、大まかにはこのようなステップを終えて JavaScript が Web ブラウザで動く JavaScript に変換していると思います。ここからはじゃあ実際にどのような機能が JS Web に備わっていればこのようなビルドステップから我々は解放されることができるのかっていうのを考えていきたいと思います。今説明した全てのステップが必要なくなれば、つまり取り除くことができれば、私たちは JavaScript を直接記述できるようになるはずです。ではそれぞれのステップについてどのようにすれば取り除けるかを検討していきたいと思います。最初は TypeScript の型を除去するっていうステップを取り除く方法について考えます。つまりやりたいこととしては、型アノテーションが書かれたコードをそのまま JavaScript エンジンが実行できるようになれば良いわけですね。除去する必要がなくなるので。実は TC39 にはすでにこのためのタイプアノテーションズという提案がすでに存在しています。このタイプアノテーションズは JavaScript のコードの中に TypeScript とか Flow のような型アノテーションを書けるようにするっていう提案です。この提案で追加される型アノテーションは JS エンジンによってとってはコメントのような扱いをするので、
ランタイムによる型チェックが行われるというわけではないです。なので型チェックは今と同じようにタイプスクリプトコンパイラーなどで行う必要がありますね。このような特徴もあるので、この提案は以前はタイプスアズコメンツというふうに呼ばれていました。この提案があれば我々はタイプスクリプトのような構文でプログラムを書いて、それをそのままデプロイできるわけです。つまりビルドステップの1個のタイプスクリプトから JavaScript への変換というのを取り除くことができますね。まあもちろんその型チェックは別のツールで行う必要があるんですけど、しかしですね、この提案はちょっと詳細まで終えてないんですけれども、多分影響範囲とか議論する観点が多すぎてあんまり進んでいないように見えます。 MS の TC39 メンバーによってこの提案が発表されたのが2022年の3月のことだったんですけど、まあ今現在でもまだ TC39 プロセス上でステージ1のままです。さて次はですね、JSX を JavaScript の関数呼び出しへと変換するステップを取り除くっていう方法について考えます。これも考え方としてはタイプアノテーションズと一緒で、 JSX を JavaScript の関数呼び出しとして解釈できるような機能を JavaScript 自体に実装するしかないと思います。で、今のところ TC39 プロセス上に JSX を追加したいっていう提案は正式にはなさそうでした。これ勘違いだったら誰か後で教えてください。ただ TC39 のなんかフォーラム的な場所だったりとかマトリックスルームでは議論は続いています。で、特に今月の TC39 ミーティングのアジェンダでは、JSX について議論する場所がここにありますよというのを紹介する議題があったので、まあ、議論を続けていく気がある人は TC39 の中にはいるようですね。ただ議論をちょっと見てみると、シンタックスの面でもセマンティクスの面でも、まあ、懐疑的な姿勢を取っている人っていうのがいて、まあ、うまく進んでいるとはちょっと言いにくそうかなというふうに思ってます。続いてダウンレベルコンパイルのステップをどのように取り除けるかっていうのを考えます。これに関しては、結構状況によるっちゃいるんですけども、インターネットエクスプローラーが、まあ、その役目を終えまして、MSA によるサポートもなくなったっていうことがあると、まあ、以前と比べて多くのユーザーがエバーグリーンブラウザを使うようになっていますよね。Google Chrome とか Microsoft の Edge は基本的には放っておけばバージョンが勝手に上がっていくはずです。 Apple の Safari は、まあ、そこまでではないですけれども、MacOS のバージョンを上げれば Safari のバージョンも勝手に上がります。それに伴ってダウンレベルコンパイルの必要性っていうのはそもそも下がっているのではないかと私は考えています。実際提供するサービスのユーザー層によっては、もしかしたらすでにダウンレベルコンパイルなしでも十分に便利な JS が書けるんじゃないかなと思っていて、まあ、それこそ例えばブラウザのアップデートを頻繁に行うであろう IT エンジニアのみを限定としたサービスとかだったら、まあ、新しい JS を書いてもおおむね動くだろうと予想ができると思います。まあ、現実的には新しすぎる JS の機能を使うとユーザーの環境で動作しなくて困っちゃうねってことはあると思うので、まあ、ESLint とかを使ってそれらの機能を使えないように制限するっていう必要はあるかもしれませんね。本当に余談ですけど、 ESLint プラグイン ESX とかを使えば特定のバージョンの JS の機能を使えないように制限をかけたりできます。次はモジュールバンドルのステップを取り除く方法について考えましょう。先ほどはモジュールバンドラーがなんであるのか、どういう必要性があるのかっていうことについてダウンレベルコンパイルと同じような側面からのみ説明しました。その観点で言えば、ダウンレベルコンパイルのところで説明したように、モジュールのバンドルは必ずしも必要とは言えなくなってきています。まあ、なぜなら多くのウェブブラウザは ECMAScript モジュールズを直接実行できるようになっているからですね。モジュールを使ってコードを書いてそれをそのまま配布したって、まあ、その観点では問題がないはずです。でも多くのフレームワークが今でもモジュールのバンドルをし続けているのはおそらく別の理由で、それはパフォーマンスの理由だと思います。ECMAScript モジュールズを使ってコードを書いた場合、基本的にはインポートのたびにフェッチが発生して JS ファイルを読みに行くことになると思います。仮にですけど、ファーストビューのために数百からなるモジュールを読み込む必要があったら、まあとんでもないことですよね。ユーザー体験を大きく損なうことにつながります。そのため我々は事前にモジュールを適切な大きさに区切ってバンドルしてから配布しています。この観点で考えると、ブラウザが ECMAScript モジュールズをサポートするようになっていても、モジュールのバンドルっていうステップは依然として必要になります。このインポートによるフェッチのたびに発生するオーバーヘッドっていう問題を解消できる技術として、サブリソースローディングウェズウェブバンドルズとかバンドルプレローディングってやつが、まあ、あったんですけど、なんかどうやらこの技術は何かというと、複数の JS のファイルなどを、の HTTP レスポンスをウェブパッケージングの技術とかを使って、まあ、一つの実態としては一つの
HTTP レスポンスというか一つのファイルとして返してもらって、ブラウザはそれを個別の HTTP レスポンスとして解釈できるような技術があった、提案されていたらしいんですけれども、まあ、この技術がもしあれば意味論としてはそのまんまで、多くのモジュールから構成された JS ファイル群を実体としてはワンフェッチで取れたはずだったんですが、ウェブパッケージングに関する技術は、まあ、これ以上進むことはないらしく、まあ、したがってこれらの技術が実用化されることはあんまり望めないのかなと思います。で、最後はミニファイのステップをどうしたら取り除けるかっていうのを考えてみましょう。これは難しい問題で、ミニファイのステップでは JavaScript のコードを解析した上で等価な小さいものに変換しています。先ほどの例で見せた通りです。で、これを汎用的な圧縮技術で実現するのはおそらく困難だと思います。ただ実はこのような問題を解決できるようなバイナリー AST っていう提案が TC39 には存在していました。バイナリー AST は名前の通り JavaScript の AST を表現できるバイナリー形式を新しく策定して、通信経路上にはその JavaScript のでっかいテキストファイルを流すんじゃなくて、その JavaScript の AST をバイナリー表現にしたやつを流す。そうすると、クライアントがダウンロードするデータのサイズを減らすことができるし、パースの時間も減らせるでしょうと。しかしこの提案もほとんど動いていないようで、まあ、おそらくですけれど各エンジンでの実装だったりとかバイナリー形式の標準化みたいなのが難しかったんじゃないかなと私は予想しています。はい、以上で JavaScript の各ビルドステップをなくすためのさまざまな方法をちょっと検討してみました。もちろんですね、この発表を聞いてくれてる人の中で私の知らない情報を持ってたりとか、もっと詳しい人は多分いると思うんで、そういう人は懇親会とかで本当に話しかけてください。すごく興味があります。で、はい、ここまで話して一つ分かった悲しい事実があって、現段階ではほとんどビルドステップを取り除くことはできないし、短期的な未来には希望はなさそうだということが分かってきましたね。ではそもそもJavaScript をブラウザでそのまま動かす必要なんてのはあったのだろうかっていうことについて、私の見解をここから述べていきますと、私の考えとしては今のところその必要はあんまりないんじゃないかと思っていると。書いた JavaScript をそのままブラウザで動かす必要はあんまないと思ってますと。ただ以前まではそれとは少し逆の考え方をしていて、まあ、なぜならビルドステップを構成するソフトウェアを開発するのは結構難しいことで、その開発自体があんまりサステナブルなものではなかったからですね。以前までは Webpack とか Babel とかが結構よく使われるツールだったと思います。で、これらは今オープンコレクティブで結構お金をもらってるとはいえ、コミュニティのボランティアによって開発されているという背景があります。しかしここ数年間でビルドステップを構成するソフトウェアの開発を取り巻く環境は大きく変わったと思います。例えばバーセルとかバイトダンスみたいな会社は JavaScript のビルドステップを構成するツールに今となっては大きく関わっていますよね。もちろんですけれども、これらの会社が存続することとか開発に対する姿勢とかを完全に信頼できるわけではないですけれども、以前よりはサステナブルになっているんじゃないかなというふうに私は思っています。まあ、なのでこの辺は結構5年後とか10年後を見たときにどういうふうになっているかっていうのはすごい興味深いなっていうところですね。で、今説明したように JavaScript がブラウザでそのまま書けるようになる必要性というのは、少なくとも今のところ実用性の観点では自分はあんまりなさそうだと思っています。ただですね、私個人としてはそうなってほしいな、つまり書いた JavaScript がそのまま Web ブラウザで動くような環境が整ってほしいなという気持ちがあります。というのはですね、なんというかもったいないなという気持ちがあるんですよね。例えばブラウザでの ECMAScript モジュールズの振る舞いというのは、ECMAScript と HTML ですでにちゃんと標準化されていてブラウザに実装されているんで普通に動きます。そういう状況があるにもかかわらず、それらの機能をプロダクションで利用できていないというのは HTML と JS のポテンシャルを生かしきれてないように私は感じるので、なんかもったいないなと思う。これは本当に私の感情ですね。なので結構人によってここは思うところが違うと思います。はい、ここまで話を聞いてありがとうございました。最後にまとめさせていただきます。最近流行っているフレームワークではプログラマーが JS を直接書かないものが多いです。そしてその裏側にはいくつかのビルドステップがあります。 JavaScript とか Web にいくつかの機能があれば、まあ、原理的にはそのステップをおそらく取り除くことができそうだということが分かりました。しかし実際にはそれらの技術のほとんどはまだまだ実用的とは言い難くて、短期的には希望が薄いと言わざるを得なさそうな気がします。ここ数年の間でバーセルやバイトダンスなどの会社の動きによってビルドステップを構成するためのソフトウェアの環境が変わってきていて、
それらの開発負荷という観点では JS をブラウザで直接書けるようにする必要はなくなってきているんじゃないかと私は今は考えています。ただもったいないとも思います。 HTML や JS のポテンシャルは生かしたいというふうに思うからです。私の発表はこれで以上です。人によっていろいろな感じ方がある内容だったと思います。もっと議論したい人とかは懇親会だったりとか、まあ、あとユビーのブースにも私いると思うのでその場で話しかけていただければというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。少し時間があるので質問ある方挙手お願いします。はい、じゃあ、ルビーの開発者のマッツさんとかは型推論を支持してるじゃないですか。それに対して何かご意見とかお持ちですか。いや、よくわかりますよ。俺もあまり型は書きたい派ではないので、Ruby がそういうスタンスを取るのは素晴らしいことだと思うし、まあ、あの割り切りはいいですよね。RBS の方に型は書いて、Ruby コードの方には型は書きませんという。ただ、その Mats は静的型の恩恵は受けたいと言っているが、型は絶対に書きたくないというスタンスだったはずなので、まあ、ああいう割り切りで言語設計をしていくっていうのは、その、なんていうんですかね。ああいう Ruby みたいな優しい終身の独裁者がいるタイプのプロジェクトだと、まあ、うまく機能する。いいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ルビフィケーションの話でバイナリー AST について触れられていたと思うんですけれども、はい、これも結局おそらくソースコードからバイナリー AST の形式に変換するという点でそのまま書くという形ではないような気がするんですけれども、まあ、そういった形でミニフィケーションのステップを完全に取り除くっていうことに関してはどういう可能性が考えるでしょうか。まあ、考えを述べるとまさにその通りで、ただそれはすごく難しい問題なんですよね。ミニファイしたいという気持ちがある以上は。で、一個自分の観点としてはウェブ標準の方にその変換ステップをあんまり気にしない形で押し付けられるんであれば、まあ一定いいかなという気持ちが少しある。まあ多分これは自分がツールを作ったバベルとかにコミットしてきた経験からだと思うんですけど、そういうエコシステムによって顕在化したユースケースをウェブの標準の方に寄せることができているとは言えるじゃないですか、バイナリー AST でもあれば。まあなのでそういう観点では良いと思いますが、確かに変換しているというのはその通りなので、微妙だなという気持ちは少しあります。ありがとうございます。他に、はい、昔からある意見で、そもそもエディタにテキストコードを保存する必要はなくて AST を直接保存して任意のフォーマットで展開するなどすればいいのではないかみたいな意見があるんですけど、プレティアのフォーマットとしてその辺どう思いますか。まあ、そうなったら楽しいですよね。まあ、あんまり短期的に現実的なことではないだろうなとは思います。S のっていうタイプチェッカータイプスクのタイプチェッカーあるんですけど、それが TSB っていうのを拡張してタイプスクイッチバイナリー ST を実装して、それによってロードすることすごい高速化してて、まあ、やっぱりバイナリー ST が欲しいなと思った感じです。興味があるので調べてみます。はい、他なさそうですか。あ、じゃあ最後の質問します。はい、なんかクレブとか HTML とか JavaScript の機能でなんかこれらが実現できるといいなと同じように思ってて、なんかまあその中には多分 HTTP3 とか2とかそのもうちょっと広い枠組みでのウェブのなんか技術があると思ってて、なんかそういうのにもなんか期待したいなと思いました。僕もそう思います。なので特にそのバンドルを不要にするとかって出てきたサブリソース with web bundles とかは JS の機能ではないし、なんか多分そのためにもうちょっと、この場合はレイヤー下というのかな、 HTTP とか HTTP なのかな、まあ、もうちょっと JS とは違うレイヤーの工夫とかもあり得るんだろうなとは私も思ってます。はい、この後懇親会とか Ruby のブースに行っているので、はい、声かけてください。はい、改めてありがとうございました。